信濃銀行は昭和時代初期に長野県上田市に本店を置いていた銀行。一時は長野県最大の金融機関であったが、世界恐慌の煽りを受けて経営が行き詰まり、1931年に整理が始まった。信濃銀行は1927年に起きた昭和金融恐慌に対処するため、1928年5月、永続銀行、小諸銀行、 中心銀行などの東北新地方の9つの銀行が合併して発足した銀行であった。小林九七が初代頭取に就いたが、ほどなくして1929年の世界恐慌に影響されて発生した昭和農業恐慌のために経済的打撃をこむり、1931年には経営の続行が不可能となる。銀行の経営首脳陣は、 整理を再建委員会に任せて総退陣し、長野県最大の金融機関として誕生した品野銀行は誕生から3年ほどで消滅した。1930年11月6日、銀行は突如支払い猶予を発表した。背景には、アメリカ発の大強行により進化する不景気で、長野県下でも産資業が不振となり、農村恐慌にまで発展していた事情があった。 ナノ銀行には6万人の預金者と3000万円以上の預金口があったので県民の暮らしや経済に与えた影響は大きく深刻だった。ナノ銀行に預金のあった産業組合も大打撃を受け、長野県会は1931年3月に臨時会を開き、特別融資に対して県が利子補給をしたり、定義資金の借り入れに保証をつけるなどの対策を 講じた品野銀行の支払い猶予が長期化すると、県内の他の金融機関までもが不審の対象となって取り付け騒ぎが起こり、1931年末までには、県内の14の銀行が休業状態に陥ってしまった。品野銀行は、預金者に元金を分割償還することを決めたが、経営を続けることはできずに没落した。63銀行と、 第19銀行も、強行と不景気の中で、品野銀行破綻の影響を受けたが、1931年6月10日に合併して82銀行を発足させると、その後は同行が長野県最大の銀行として、比重を増していくようになった。ありがとうございます。